楽天グループ、楽天カード、楽天インシュアランスホールディングス、楽天損害保険、楽天損害保険株式会社は、東京都新宿区に本社を置く日本の損害保険会社である。楽天カード株式会社傘下の中間持ち株会社、楽天インシュアランスホールディングスの完全子会社。1951年に野村証券、大和銀行、第一銀行、その他財界人及び有力各社の発起により、資本金5000万円をもって設立登記。同年3月17日に、火災、海上及び運送保険の事業免許を受け、朝日火災海上保険株式会社として営業を開始した。長らく野村グループの傘下にあったが、2018年1月に楽天が朝日火災の株式公開買付による買収を発表。3月に楽天は TOB によって株式の 99.3% を取得し、朝日火災は楽天の連結子会社となる。2018年7月には社名を楽天損害保険株式会社に変更し、また保険事業の中間持ち株会社である楽天インシュアランスホールディングスの完全子会社となった。朝日火災海上保険株式会社株券等に対する公開買付の開始に関するお知らせ、楽天株式会社ニューコーポレートサイト。2018年4月1日閲覧。楽天、朝日火災への TOB 終了。サンキビーズ、https://www.sankibz.jp、ビジネス、ニュース、18315、BSG1 兆8031億5050万 2N1、HTM2018 年4月1日閲覧。当社連結子会社の称号の変更に関するお知らせ、楽天株式会社ニューコーポレートサイト。2018年5月20日閲覧。楽天損害保険本社移転について。楽天損害保険株式会社。2020年8月25日閲覧。ありがとうございます。